はい。それでは行列の積について解説していきます。A をですね、N×K 行列とします。それから B を L×M 行列とします。この時、積 AB の定義をしていきます。積 AB はですね、これ今、A を N×K、B を L×M としましたけども、この K B の L ですね。A の列数と B の行数。これが一致するときのみ定義されます。それ以外の場合は定義されません。和の場合はですね、型が完全に一致するときに定義されるというわけでしたけども、積の場合はですね、A の列数と B の行数です。従って AB が定義されても BA が定義されるとはもちろん限りません。 で、えー、さらにですね、えー、かけたもの、AB ですね、の型は何になるかというと、N×M になります。つまり、N、N×K の行列、行列と、L、L×M の行列は、ここが一致する、ここは K のとですね、K のときのみ、K のときのみ、掛け算ができて、結果は、これが、まあ、消えてですね、 n かける m になると。こういうことですね。はい。で、えー、さらに、まあ、型は分かりました。成分はどう、どうなりますかと。成分はどうなりますかというと、お、先ほど、行ベクトルと列ベクトルの積を定義しましたけれども、かけた a, b の i, j 成分は何かというと、a の大 i 行と b の大 j 列という行ベクトルと列ベクトルの積ですね。えー、これは、あの、まあ、 一一行列と、一かける一行列と考えてもいいんですけども、まあ、数だったわけですね。で、この数が、iJ 成分と。A の i 行と B の J 列の積が、iJ 成分というわけですね。はい。で、えっと、一応、ま、例としてですね、えー、積が定義できる例をちょっと、それとその型ですね。型だけちょっと注目してみます。そうすると、例えば2、2かける3行列と3かける1行列ですね。 今この例ですけども、2×3 行列と 3×1 行列だとどうなるかというと、2×1 行列ですね。3列と3行なので、これが、この行とこの列、この行とこの列の積が定義できますね。で、型は、こう、2行1列になると。これもですね、3×2 と 3×2 と 2×3 で 3×3。3 2×4 と 4×2 で 2×2。3×1 と 1×2 で 3×2。1×2 と 2×1 で 1×1 なんですけども、これは先ほどやった行と列で、まあ、スカラーなんですね。ですから、ここではスカラー1個だけ、1×1 行列というのは、まあ、格がいらないということで、取っ払ってスカラーというふうになるというふうに考えてやれば、まあ、非常にこう、 あの、都合がいいというか、整合性が取れるわけですね。はい。というふうに考えれば、あの、自然に、あの、行と列の場合の自然な拡張と思えるし、また行と列の積を使って、それをさらに、N 行と N 列の行列になるような積が定義されると。まあ、こういう形になっています。もちろん定義されない例としては、例えば、2×3 と 2×1。る一2行同士ならダメですね。それから、3×2 と 3×2 と、これもダメと。 2×4 と 4×3×2 もダメですと。はい。で、2×1 に、ベクトル同士の積、これもダメ。定義されないわけですね。はい。で、定義される場合、例えば、この 2×3 と 3×1 だと、どうなるかというと、えー、型は 2×1 なんですね。で、この 2×1、つまり数ベクトルですね。二次元数ベクトルになるわけですけれども、列ベクトルになるわけですけれども、 これの11成分。まあ、1第一次成分ですね。は、まあ、何かというと、1行、1行と1列の積がここに来てますと。はい。か 3×3 たす 1×5 たす 2×7 ということですね。はい。それから、同じように、ここの7って書いてある。ここはどうなるかというと、 4-10と357の積で 4×3 と -1×5 と 0×7。ということで、このようになりますと。はい。それではですね、ちょっと例題やってみましょう。 はい。次の行列の席のうち、えー、まあ、一応形式的な席ですね。実際に席は定義されないかもしれないんですけども、定義されていて、かつ結果が、こういう形になるものを選びなさいと。でしかも、その時、この A の値として正しいものが書いてあるやつを選びなさいと。まあ、こういう問題ですね。はい。では、ちょっとここで、えー、動画を止めて考えてみてください。 はい。よろしいでしょうか。はい。それではまずですね、行,、えー、行列の積が定義されるものを全部調べていきましょう。はい。一つ目は定義されますね。2×2 と、2×3 ですか定義されて、結果は 2×3 行列になります。で、た、えー、従って、えーまあ、答えがこういう11成分、12成分、13成分と、21成分、22成分がこうなっていればいいわけですね。ちょっとそれ後でチェックしましょう。 えー、2番目も22と23ですからできますと。えー、3番目はか、えー、2×1 と 1×3 ですから、これは 2×3 ですね。2×1 行列、つまり二次元数ベクトル、あるいは二次の列ベクトルと、1×3 行、行ベクトルですね。これは1と1一致しますから、2×3。これになります。これも1できますね。 4つ目は 3×3 と 2×3 ですから、これはここが3列で、ここは2行ですから、これはダメと。これもダメですね。これも消去。それから、あえー、これは5つ目は 2×3 と 3×3 ですから、これは 2×3。OK ですね。で、最後はやっぱり 2×2 と 2×3 ですから、これもいけますね。ということで、まあ、型が定義されないものはこれだけでしたので、あとは全部定義されます。 されて、しかも、2×3 行列になってますね。はい。ということで、えー、これですね、えー。あとは計算しないといけないですね。はい。ということでですね。えー、っと、計算してみましょう。まず、一つ目ですけども、これ、1行1列、1行2列、1行3列が1行目ですから、これは、マイナス1、1-2でマイナス1。それから、0-3ですね。 それからマイナス1とこう,いう,ふうになります。まあ、この時点でここ一致してませんのでもうこれダメということになりますね。はい。えちなみにですね、これ2行目も1マイナス1なので、この A ですね。ということは何が起こるかというと、ここ一致することにちょっと注意してください。はい。まあ、だからこれ実は計算しなくてもですね、これあの、かけた結果は1行目と2行目が一致するということが、 まあ、行列の席に慣れてくると、まあ、だんだん分かってくるわけですね。そうすると、まあ、これはああ、絶対ありえないな、と。計算しなくてもありえないな、ということが、まあ、分かるわけですね。はい。二つ目ですけども、二つ目はどうなるかというと、一行目が0マイナス1ですね。0マイナス1ということは、この一行目の0倍と、二行目のマイナス1倍が一行目になるということが分かるでしょうか。 えー、そこまで分かるようになれば、だいぶ責任は慣れたということになりますけども、まあ、ここは素直に計算すると、0×-1+,-1×2。1 1 2ですから、-2 ですね。0×3 と、-1×-1 で1。0×2 と、-1×-1 で1ということで、あ、1行目これ、一致してますね。はい。では、2行目を見てみます。2行目は、1、0ですから、一行目、1、0ということは、1行目の、 1>, 1倍と2行目の0倍。つまり1行目はそのまま出てきます。はい。はい、ちゃんと一致してますね。A のところ以外全部一致してますので、あと A が2であればここで一致します。A が2と書いてありますね。はい。ということで、これは丸です。はい。 次、三つ目ですね。三つ目は、今度は、一行目は何かというと、マイナス二だけあります。マイナス二だけあるということは、つまり、一行目はマイナス二かけるこれというだけですね。つまり、マイナス二、六、マイナス八ということになりますので、この時点でアウトです。はい。で、ちなみにこれ、マイナス二、マイナス一ということは、A がマイナス二、マイナス一ということは、一、二行目は、マイナス一、三、マイナス四ということで、 えー、これマイナス1とマイナス2、えー、マイナス2とマイナス1になってますけども、ここがマイナス2対マイナス1と、まあ、比で言うとそういう感じになっているわけですね。なってますね。ということに、えー、気づくでしょうか。はい。まあ、いずれにしよう、これはダメということですね。はい。で、これは型がダメでしたので、次が、五5つ目ですね。5つ目は、計算してみるとですね、はい。えー、これはちょっと計算しないとね、えー、っと、マイナス1の211ですから、 マイナス2、マイナス1、マイナス1ですね。マイナス6倍の1、1、1ですから、マイナス6、マイナス6、マイナス6と。で、最後2倍ですから、プラス6、プラス8、プラス8とこうなりますね。ということは、1表目はどうなったかというと、マイナス2、ここ消えますね。で、えっと、マイナス7、8ですから、ここは1ですね。から、これが1ですね。ということは、マイナス2、1、1ですから、合ってますね。 それから、二行目の方も同じように計算すると、マイナス六、マイナス三、マイナス三と、それから二の一一で足す二、ね、足す二、足す二ですね。で、一倍で三四足す三、足す四、足す四と、いうことで、マイナス一、二、三ですね。ということになりますね。えー、っと、いいでしょうか。 合ってますかね、えー、マイナス6、2、3でマイナス1ですね。で、マイナス3、マイナス1、あ、ごめんなさい、3ですね。ごめんなさい、3ですね。<laughs> はい。で、合ってますね、だからね。で、えっと、最後がマイナス3、えー、2、マイナス1、プラス4で3ですね。はい。ということで、ここ A が3であれば一致していますけども、<laughs> A が3なので、これは OK と。これも OK ですね。OK ということになります。 はい。じゃあ最後ですね。だいぶこう、行列の積の計算に慣れてきましたでしょうか。えー、2×−2-1 ですから、イ2スれからス4足す5で1ですね。それからス8プラス4でス4と。こうなりますかス8プラス4でス4ですね。あ、この段階でここ一致しません。ということで、これはもうダメということになりますね。 はい。以上で、えー、これが、まあ、二つ、この二つが正解ですかね。ということになります。